はい、皆さんこんにちは。村長です。今日もアフィニティデザイナーのお話を進めていきたいと思います。今日のポイントは2つです。どうしても比べられがちな Adobe Illustrator ーーこれとの互換性ということを一つテーマにすることと。もう一つは実際アフィニティデザイナーを使って印刷会社などに入稿する。 そういうい時のの場合のお話、この2点について進めたいと思いますまずアドビーイラストレーターとの互換ですがいろいろ YouTube でも検証をしてくれている YouTuber の方がおられます。 細かいことはそちらを見ていただくことにして結論だけをお話しします。Adobe Illustrator のファイルを Affinity Designer に持ってくる。これにはかなりの互換性というかとてもうまく持ってこれるということがわかっています。でもその逆です。Affinity Designer から Adobe Illustrator に EPS などで持っていたときには レイヤーの構造や絵自身が崩れることそして文字がアウトラインになって編集ができないことそのような形であまり好ましくないような状態ですですから結論的に言えば Adobe Illustrator を使っているデザイナーさんと Affinity Designer を使っているその2社の互換性というのは あまり期待をしない方がいいんではないかなと思われます。まあもう理屈抜きにですね、そのように割り切って使うことが重要です。でも2点目のお話ということで、じゃあアフィニティデザイナーでデザインしたものは綺麗な印刷ができないのかと言いましたらそうではありません。僕は何度もデザインを印刷会社に入稿しています。 入稿先は絶対ここじゃないといけないというわけではないですけれども僕の場合は彩りさんというネット印刷などをよく使っています基本的にはほとんどの最近の設備を導入していらっしゃる印刷会社では PDF を印刷できないということはほとんどないですし 多分、イラストレーターの方は、互換性ということを考えて、イラストレーターで入稿している方が多いと思います。わだわだ、イラストレーターを持っているのに、PDF で入稿するということは、ほとんどないから、本当にちゃんとできるだろうかということを気にしてらっしゃるデザイナーさんは、たくさんいてると思います。でも、僕は、随分以前から、 アフィィニテデザイナーをを使ってて入稿をしています僕の場合はご存知の通り主の仕事というのは音楽の制作レコーディングそういうことをやっていますので主に印刷物のデータ出しというのは CD の盤面であったり CD ジャケットであったりとかそういうことが多いです。あとちょっとしたパンフレットライブ用のパンフレットですね。 そういうものが多いんですが今画面に見せたようにですね寸分の狂いもなく今のところは PDF ではちゃんと出力ができています色ということも完全にできていますそのようなことで印刷会社に PDF で入稿することを前提にして今日はそのやり方などもお話ししたいと思いますアフィニティデザイナーで どううししたらいいでしょうか一番の課題はトンボです日本では 3mm トンボといいまして今画面の端にもありますようにこのような二重トンボといいうのが使われています立ち切りトンボといいましてこう二重ではなくですねここで切るんだよという一重のトンボででも印刷をしてくれないことはないんですがたまにですね 必ず二重トンボをつけてほしいという印刷会社さんもあります二重トンボにするというのはですね若干書類が回転していた場合などにもこの二重トンボというのはとても有効です他の外国でこれを使わないというのはですね多分日本人ほど細かいところに注視してないからというのもあるとは思いますでも、まあ、この二重トンボというのが欲しいときは どううすればいいでしょうかそれにはたくさんの印刷会社さんがイラストレーターのテンプレートということでデータを公開しててくれていますそういうところから使わせていただいて、まあ、できればその会社さんに出すのがいいでしょうがフリーでですねどうぞ使ってくださいというような親切な印刷会社さんもあります。はい今ブラウザーをお見せしましまたけれども プリントエクスプレスさんというところがですね、関西の会社ですけれども、このようにイラストレーター用のテンプレートをたくさん出してくれています。まあ、A4 とか B5 とか、そしてポストカードですね。そして名刺やポイントカード。こういうようなものでサイズをいろいろ作ってくれてありますので、ここでこと足りないことはないと思いますし、 いや僕は変則なものをやるんだよということが逆にできるような方はですねこのテンプレートを読み込みましてその位置をずらしてくださいそれでいいと思いますしそして3ミリ二重トンボを作るぐらいのことはできると思いますえ今日は初心者の方がやるのにですねどういうふうに二重トンボって作ったらいいんだろうというふうに思われるからこそ 僕はお話をしているだけでですね、上級者の方は二重トンボを自分で自作できないということはありえないと思いますので、そのつもりでお話をしたいと思います。このようにあります。それを僕はダウンロードをしました。A4 バージョンですね。このようにダウンロードをしますと、ZIP ファイル、いわゆる圧縮ファイルで、 できていますのでそれを解凍しますと上のホルダーができてきますこのような感じになっていますのでこの EPS をですね開けばいいわけですアフィニティデザイナーから開くときはですね右クリックで Windows の場合プログラムから開くというので Afini ティデザイナー2を選べばそれで開くことになりますはいこのように A4 縦型の トンボ入りアートボードが開きました。そしてですね、編集をしやすくするためにいくつかのお話をしていきます。特にこれが本来は横型だったというような時はこれを回転しましょう。上の突起部分ですね。ここを選択してシフトキーなどを押しながら90度回転します。このように回転しましたね。回転は この上の4つのアイコンからでも回転はできます。ちょっとやってみましょう。はい。このように回転できました。そうしまして、アートボード自身を横向きにしたいというのがあります。それは、ファイルのメニューから、ドキュメントの設定で、この用紙を今、縦向きというのがチェック入ってますが、これを外すことです。そして、ドキュメントの設定で重要なことをいくつか言っておきます。 できましたら、ドキュメントの単位は、ポイントよりも、ミリにしておく方が、後々いろいろわかりやすいでしょう。そして、今度は、カラーです。印刷会社に出すことが前提であれば、この CMYK スラッシュ8というものを選択してください。たくさんありますけれども、RGB では若干色が変わったりしますので、必ず CMYK にしましょう。 そしてカラーのプロファイルですけれども、日本でよく使われているのはですね、このジャパンカラー2001の光沢用紙、コーティッドっていうやつとですね、その下のジャパンカラーのアンコーティッド、いわゆるマット紙と言われるやつですね。それでこのように2つ選べますので、まあ今回はコーティッドにしておきます。光沢用紙ですね。 そうしまして、マージンとかは必要がありません。立ち落としもそうですが、0のままでいいです。もちろん、ここは見る必要もなく、スケールは変える必要がありません。そして、OK を押します。そうしますと、横型アートボードになりましたので、ここの中に収めます。用紙の大きさがこのように青く出ていますので、これをきっちり合わせば、ちょうどいい位置に 配置できます。そしてこのトンボはですねロックをしておきましょう右クリックからロックをしますこれで動かなくなりましたガイドラインを作っておく方が便利です今僕の画面にはルーラーと呼ばれる物差しが出ていますこれがもし出ていない人は表示メニューからルーラーを表示というのを選択してくださいこういうことですね はい、そうしましてこの左右のルーラーからここのトンボめがけて引っ張ってきますこういうことですね左右につけます上下も同じようにします上下にする時は上から引っ張ってきますはいこのガイドラインの中に絵を収めるようにすればいいわけです もちろん塗り足しと言いまして基本的に端まで行くときは若干はみ出しておく方がいいです2ミ、mm、リぐらいですねはみ出しておくと一番いいと思いますのでそのようにデザインを作っていきます今度はこのルーラーも移動できますこうやって移動ができてしまいますのでこれももう設定をしましたら動かない方がいいですのでこの時は 表示メニューからガイドロックというのを押します。これでこのルーラーはもう動かせなくなりました。このルーラーを細かくもう 0. 何ミリ単位でですね、合わすというか、これを合わさないといけないと思う必要はありません。塗り足しするときに、絵を描くときにですね、例えばこのようにはみ出るようにすればいいわけですから、ここを ものすごく神経質にすることはありませんトンボはちゃんと A4 の場合 21cm と 29.7cm にもテンプレートがなってくれていますのでプリントエクスプレスさんのテンプレートをお借りしましたのでこれは正確に作ってくれているはずですのでこれを上手に使いましょうもちろん端までやりたくない時はこのようにしておくことと特に 文字を入力するときですね、こうやって、文字があるときに、ここですね、この距離が3ミリぐらいは離れている方が、印刷物を作るときにいいと思います。また、印刷会社によってもですね、印刷精度があまり良くない場合はですね、ギリギリにですね、入ってるのには間違いがないんですけれども、 こんなにギリギリに収めてしまいますと、もちろんデザイン的な意味合いもありますし、紙を断ち切った時に文字が切れてしまうというような失敗もあります。ほとんどの印刷会社さんは1ミリ以上があればですね、それを失敗するというのはもう印刷屋さんの能力不足ということになるんですけれども、やはり紙というのは冬場と夏場、 もしくは紙の厚さですねそういうものによって若干印刷物は収縮します印刷というのは通常の場合 CMYK という4色の印刷をいわゆる4回するわけですねですから1回目通った時に水分が含まれますですから若干紙が収縮したりします そういうこともありますのであまりこの細かいところに詰めないように余裕を残して配置するようにしてください特に文字というのは気をつける必要がありますそしてこうやってデザインをした後ですね、えー、ちょっとこれでは寂しいですのでですねストックで写真を入れておきましょう ここういういとですね端までデザインしたい時この画像を今横はいいですねそして下の方ですね若干このラインにちょっと僕がガイドのラインを作り間違っていましたのでこの表示からガイドをロックを外しましてこういう間違った時はちゃんと直してくださいねこうやって。 ここですからねもう一度ロックをしておきますはいこのように塗り足しというんですけれどもはみ出るように作っておいてくださいそうしましてこれを PDF 出力していきますファイルからエキスポートを選択しますそうしまして注意する点というのはですね ここを PDF に変えること。そして、解像度ですけれども、印刷会社さんとご相談をしながらやればいいと思うんですけれども、まあ通常はですね、カラーモードの場合は、ここにありますように、300dpi もしくは 400dpi ぐらいが適正と言われています。そして、ま PDF はアクロバット8。これぐらいに対応するようにしておけば、 ほとんどの印刷会社さんが読めるようになっていますので1.7のままでいいと思いますあとはここにプリンターマークを含めるというふうになっていますが今回はトンボをつけましたのでこれを入れる必要がありません二重トンボが入っていますのでこのチェックは必ずついていないようにしてくださいそうしましてエクスポートをします どこにしますかということですのでここで一応 A4PDF という名前で保存をしておきますはい今書き出したのはこの A4PDF となっているものですこれを開いてみましょうプログラムから「開く」でアクロバットで開きますこれで PDF の表示ができましたコントロールマイナスとか押すとこうやって できまますすしプラスをやると拡大になりますちょっと角の方がどんな感じにできているか見てみましょうはいこの角を確認してみてくださいこうやってですねトンボの外側に塗り足しになっていますカラー自身もですね ACMI 系のモードで保存されたということになります冒頭にも言いましたように僕は この PDF 入稿で一度も失敗をしたこともなく若干問題があるというようなこともありません35年ぐらいイラストの仕事をしたりしていますまあ、今は音楽の仕事なんですけれども前に僕の動画を見てくれた時にもですねフォントメーカーの森沢というような会社とですねえ日本にまだ DTP という認識が ほとんどない時期からですね、印刷会社さんがまだイラストレーターを入れていない時期からマックワールドエキスポとかに森澤さんと一緒に出て行ってですね、展示会を開いたり。 というようなことをとっても長くやってきまして、印刷業界さんとも何百社というような付き合いもあった時期があります。それはまあコンピューターの仕事をしていた時なんですけれどもですね、大日本印刷ですね、DNP さん、これらとも何度も大きな仕事もさせていただきました。そういうことで、PDF で、そして自分だけで印刷会社に出す。これはですね、もう、 僕が、えー、太鼓板を押せるほどですねほぼおかしな結果になることは経験した中ではないですのでですね安心して皆さんも挑戦してみてください今日はアドビーイラストレーターとはデザイナー同士の互換というのはちょっと難しい自分がフィニッシュをしたデザインに対しては印刷会社には PDF で出していけば安心ですこの2つのつお話を皆さんと 共有させていただきました。ありがとうございました。村長でした。